はい、じゃあ後半戦です。はい、よろしくお願いします。お願いします。バンドやるぞってなったら、その時にちょうどやっぱりオーストラリアで僕がギターを習ったね、はい、デックンっていう、まあデクノボーっていうあだ名なんだけど、あのロックンローラーのねギタリストがいて、栃木の小山クロスロードっていうライブハウスがあるんですよね。そこのライブハウスでよくライブをしてたので、で彼が僕らがこうバンドを結成したっていうのを聞いて、ライブをやれとまた行ってきたんですよ。それで初ライブは栃木県にみんなで行って、その小山クロスロードかなでライブをしたんです。ライブハウスでアフリカンライブ5人でですね。それってどういう感じの曲をどうやってやるんですか？そう、それですね、最初の頃って、まあ、僕らがやってるのは要は伝統的な音楽だから、はい、がっちり決まってるものがあるんですね。リズムがもうアフリカの、西アフリカのもう古くから伝わってきたリズムがあって、はい、うん、もうそれはね絶対にこう動かせないような、いじれないような、うん、しっかりしたリズムがあるんですね。それで歌もあるし、だから最初はもうリズムと歌だけでやってましたね、太鼓のみ、うん、うん、で曲もねいっぱいあるんですよ。要は盆踊りとか阿波踊りとかそういうのと同じですね、はい、やってるのはっていうことは伝統的な曲をやってるってことなんですか？もともとある、ある、そうです、オリジナルじゃないですね。西アフリカの特にギニアとかマリ地方の、まあ、マンディンカ王国っていう、昔国境が引かれる前にマンディンカ王国っていう王国があったんですね。そこの文化、そこのマンディンカ王国の文化の中で戦えててる太鼓がジャンベっていうの、うん、その太鼓を僕たちはやってて、うん、だからその地域に伝わるリズムが日本まで届いてるのを僕たちがやってるやつです。やってるってことですね。もう音で惚れ込んだのはジャンベの音は分かるんですけど、これジャンベってでも今いろんなバンド形式だったりとかパーカッションの一部としていろんな曲の中で出てくるじゃないですか。そうですね。その中でもうジャンベが生まれ育った文化の曲をやろうってなったのは、うん、なんかやっぱあるんですか？一応うちのバンドもだってジャンベ使うじゃん、使うし。ですよね。そのたまたまそのジャンベを持ってたやつが大阪でアフリカンバンドをやってたんですよ。アフリカンバンドの、大阪のアフリカンバンドの一員だったんですね。で、大阪のアフリカンバンドでやってた、習った曲をそいつは知ってたから。で、それをもうそのまま最初はコピーしてやってて。だ彼に全部最初は習って5曲ぐらいかな。うん。それを毎日練習して。教えていただいたアーティストっていうのはどういう立ち位置の人たちになるんですか？この例えばママディ・ケイタとかはクラシック曲をやる、まあ、ピアニストみたいなそういう感じってことなんですか？立ち位置としては。そうですね、ママディ・ケイタはもうジェンベの神様って呼ばれてるような人で、もうママディはもう本当に素晴らしいアーティストなんですけど、まあ直接も習えるし、あのワークショップとかもねよくやってるんですよ。それで日本に来たりした時に僕もママディ先生に直接習ったりはしてますね。森林さとかもなんか調べるといろんな人がやってるじゃないですか。そうです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 。だから要するにクラシックをの、まあ、ベートーベンの運命をみんながやるみたいな、うん、まあ、一緒一緒そういうことですね。うん、あ、なるほど。これ聞く、ちょっと聞くだけだと、うん、あのどこがどう決まってんのか分かんないんですよね。うんうん、そうですね。だからこれでも一定のルールに基づいてみんな同じ曲をやってはいるけど違って聞こえるってことなんですよね。だから
そうなんです、そうなんです。いろんなスタイルがやっぱり。でも、リズムの根幹はやっぱり動かしちゃいけない部分はあるので、基本アフリカには楽譜はないんですよ。ないですよね。伝え聞くものなんですよね。音声伝承っていうの、口で伝わってきたものだから、各地域によって微妙に違うんですよ。それがまた結構面白い。文字で伝えちゃうと確実にこう変わらないんだけど、口で伝ってるからね、こう各地域で、例えば マリとギニアではちょっとスタイルが違ったりとか。それはね、すごくね、アフリカのはもう本当に広いし奥が深いですよね。いろんなスタイルがあるし、同じリズムでも全然違いますね。この森林さって曲は、じゃあ、うん、いろんな地域でその森林さがあるってことなんですか？ありますあります。でもほとんど一緒ですよ。あ、まあ。それでもないか、うん、でもまあ大体一緒ですね。だから世界中で森林さって言ったら、もう森林さのリズムはありますね。でんけんでんけん、でんけんけんけんでんけん、でんけんぺんぺんでんけん、でんけんぺんぺんでんけんっていう。その上にギターが乗ったりとかね、それは自由なんですけど。決まってるのは何のどこがどう決まってるんですか？あのね、後ろでポレポレで言うとね、後ろで叩いてる、あの牛の皮を叩いてるバチでね、はいはい、バチで叩いてる太鼓があるんですけど、あのリズムが根幹ですね。だから要はバスドラとフロアタムとか、はい、タムタム、まあバスドラとかかな、が一番重要ってことですね、ドラムで言えば。そこは決まってて、でもジャンベとかは？ジャンベもね、実は決まってるフレーズをずっとループして繰り返して叩いてるんです。で、時々決めが入るじゃないですか。そう、ね、それはみんなで数えてるってことなんですか？いや、数えてないんです。あれはね、もうすごい面白いのが、合図があるまで同じことを繰り返すんです。だから小説がないんですね。同じループ。ベンデゲンタ、ベンデレンダ、ベンゲレンガ、ベンデレンダだったら、これを繰り返して、ベンデレンダ、ベンデレンダ、ゲンデレンダ、ベンデレンダ、ボンデリンガ、デリンガ、ボンデリンガ、デリンガ、トットトットットドンダララ、トットトットットタタタって言ったら止まるみたいな。はぁ。この合図が来るまでずっとみんな繰り返して、だから長くもできるし短くもできる。基本はずっとループしてるんですね、リズムが。合図があるまで、だその間にリーダーがずっとそれをの上に乗せて、あのソロを叩くんですけど、ソロはあのリズムを華やかにするためにソロを叩いたり、まあ、本当はダンスが入ってくるので、うん、ダンスが入ってきたダンサーに音をつけてあげるためにソリストがソロを、リズムをつけるんですね。それは結構フリーです。フリーというか、まあ、決まってるっちゃ決まってますけどね。それで合図があるまで同じことを繰り返す。で、合図があったらダンスが変わるんです。ベンチ、ベン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 、トゥ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 タガタ、ブルガラ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 、ブルガラ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 、ペッテゲンデンゲレンガラガ、ザン。すごいなぁ。いや、曲の作り方とか構成がやっぱ全然違うから。そうですね。うん。だから、そう。合図が、うん。っていうかね、ずっとコミュニケーション。会話、みんなの音をずっと聞きながら、まあもちろん音楽なんでね、やってて、ダンスも見ながらですね。だからすごい、ダンスも見て、音も聞きながら、こう、いろんなこう、やってると、そのうちいろんな音が聞こえ出すのがすごい楽しいですよね。音階のある楽器もいるじゃないですか。ありますね。そこも決まってるんですか？それも大体決まってます。ループですね、短い。あ、うん、そのループは大体後ろの太鼓で決まります。後ろというか、まあ、大きな太鼓。ドゥン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 
ドンデゲンデゲレゲンデレンデルルルンデレンデルルルンデレンデルルルンデレンデルル、これ繰り返し、デンデレンデレデレデレデデ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 デ。4分の4なら分かりやすいけどな。そうそう、8分の6とかもありますからね。5拍子とかもあるんですよね。5拍子ないです。あ、ない。でも4分の4なんだ。だいたい4分の4とかそういう感じです。ほぼ4つ打ちで、刻みがまあ2個だったり3個だったりあるけど、3拍子まであんまりないんですね。少ないですね。あるっちゃあるけど、まあ、僕の知ってる限りはですけど、ほとんどは四つ打ちですね。なんかこうアフリカ系の音楽ってなんか五拍子とか、なんかまあ小節ごとに区切れない音楽が多いようなイメージがあるんですけど、そのギニアの音楽はそうでもないってことなんですね。そう、割とねシンプルですけど。すごいシンプル。ただ刻み方がイーブンに刻まれてないから、テンテレンテレン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 っていう風にこうずーっとこうこういう風にイーブンじゃないですね。チチ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 といかないというかね、ちょっとこう、鉛ですね。特有の鉛。アフリカのリズム。俺がやってるとそれがめちゃくちゃ面白いんですね。リズムの鉛方が、ジャズみたいな、スイング感に近いですよね。ああいうのが、各地域によってそのスタイルも違うし、そのマスタードラマーのね、アフリカのその先生たちのその鉛方も全然違うんですよ。同じ。リズムをやってもそれがすごい面白いですね。